副大統領は、ネパールにおいて、大統領、首相、最高裁長官、政権議会議長に次ぐ、第5位の役職。2008年5月に、ネパール王政が廃止された際に創設された。現在の副大統領は、ナンダキショールプン。正式な継承は、閣下2007年1月に採択された。暫定憲法では、統治権のすべての権限が、ネパール国王から剥奪された。 2008年のネパール政権議会選挙で選出された政権議会は初会合で王政を継続するか共和制を宣言するかを決定することになっていた。2008年5月28日、同議会は王政を廃止することを投票で決定した。暫定憲法第5条は大統領、副大統領、首相、国会議長、副議長を 政治的合意に基づいて選出することを定めた。しかし、いずれかの政治的理解が得られない場合は、単純多数決で選出することができた。2008年、ネパール初の大統領選挙が開催された。各党が大統領や副大統領の候補者について合意できなかったため、選挙が行われた。ネパール会議派とネパール共産党統一マルクスレーニン主義派の支援を、 えて、マデシ人権フォーラムのパラマーナンダジャーが当選した。ありがとうございます。